い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望続きをプレイしていきたいと思います。で、前回はですね、大和筒井家、ここの攻略で筒井城の大攻防戦をお届けしたと思うんですが、今回はその続きですね。三好をですね、式山から追い出そうということで、引き続き大和攻略戦プレイをしていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。で、軍団は再編成しまして、もともと丹羽長秀に任せていた伊勢志摩を一時的に大和攻略のために信長の直轄領にしたと思うんですが、それを丹羽長秀に戻しました。なので今第1軍が信長の直轄領になっていて、第2軍丹羽長秀軍はですね、伊賀と伊勢志摩の2カ国を与えているという状況ですね。まあ、しばらくの間はですね、おそらくは兵の回復をしていかなきゃいけないかなと思うんですが、そんな俺に家康からどうやら援軍の要請が来てますね。今川軍が三河へ侵攻してきているようなので、これは救援しましょう。まあ、戦闘向きの武将を中心に派遣してあげたいんですが、そうなると統率が高い利光、長政、ただいずれにしても兵力はちょっと厳しいかなというところですね。だったら訓練度の高い武将を派遣していきましょう。まあ、なんとかね、勝ってくれればいいかなというところだと思うんですが、大将はここは浅野長政に任せとけばいいでしょう。まあ、合戦自体は委任しちゃいましょう。守りきってくれましたね。まあ、家康の方は武将の質がいいですからね、今川勢に比べるとやっぱり。しばらくは筒井城の大攻防戦で傷ついた戦力、兵力を回復していきたいのと、滝川一益を失った痛手もあるので、兵力の回復に努めていきましょう。兵糧が8500まで落ちてきてるのは、ちょっとこの先の展開に影響が出てきそうですね。8月にならないと兵糧が補給されないので、興福寺もね、結局のところ筒井家との戦いの折には敵方として参戦してきましたからね。あとは将来的にはね、大筒を買い増しして大筒隊による攻撃を加えていきたいんですけど、二打隊もそうなんですけど、結構な確率で壊滅していくんで、足の遅い防御力の弱い部隊は先にどちらかというとやっぱり鉄砲隊を増強していきたいですよね。
越前の朝倉も越前一国収めてますね。もうそしたら信長を一旦安土に戻しましょう。で軍団は秀吉ないし勝家に任せてしまおう、大和攻略のための軍団というかね、軍勢の指揮は。若狭武田家の当主が早速信長の配下に加わるわけですね。まあ若狭武田家、今見てもらった通り朝倉に滅ぼされたんで大量に浪人が溢れ出している感じがしますね。ここは兵糧で興福寺の心象を良くしていきましょう。その上で、今の合戦になった場合の兵力ですね、確認しておきましょうか。ちょっと兵力がやっぱり回復してこないよな。ただもたもたしてるとね、他の国がさらに伸長してくるので。ん、六角義治が出奔か。まあいいでしょう、六角義治。まあ五と木という言い方をするとあれですけど。島津と大友、九州の覇権をかけた戦いですね。ちなみに、このターンが回ってくる時の順番は名声の高い大名家から先に行動ができるので、順番を見ておくとね、どこが今一番国内で名声を持っているかっていうのがね、分かると思います。溝口秀勝ですね。兵もだいぶ回復してきたので、ここは思い切って先手を打って攻撃隊を送っていきましょう。信長自ら畠山家に乗り込んでますからね。まあ、ここは式山を畠山に取られないようにだけは。おっと、ちょっと待ってね、畠山家は当家との共同軍の約束を無視。まあ、興福寺と柳生黒人衆がどちらにつくかで合戦の雌雄が決するとは思うんですが、よし、柳生勢、大和黒人衆も興福寺も信長側につきましたね。さあ総大将はここは勝家でしょう。
さすがにまだ秀吉というわけにはいかないですからね。四季さんは、まあ、問題なく落とせそうな気がします。ただ城自体はかなり立派な城になってますね。で勝家が撤退するとまずいので勝家は後方待機にしましょう。でいつも撤退する信盛も後方待機。てか信盛はもう陣張りしちゃおうか。まあ安心して見ていられるね。今回の戦いは味方の方が圧倒的に多いですからね。柳生隊が混乱か。さすが松永久秀だな。ここで混乱させてくるとはね。さあではそろそろ城門を突破して城内へと侵入していきましょう。都心営が少し削られてるかな。あと秀吉もちょっと削られてますかね。まあ、ただそれ以外はここまで問題なく順調に戦局を優位に進めている状態で、もうすぐ城門が破壊突破できますね。そしたらいよいよ城に攻撃を仕掛けていきましょう。城門突破したとはいえまだまだ敵兵残ってますからね。定期的に士気を上げておきましょう。秀吉隊がちょっと思ったより削られるのが早いので、ここは一旦陣に下げましょうか。あとは信虎もちょっと削られてるかな。士気はね高いですけどね。信虎が戻ってこれるかどうかだな。ちょっと戻ってこれなそうな、このまま壊滅しそうな、そんな感じもするけどね。では秀吉を再度出陣させていきます。モデル隊もちょっと危ない。一旦下げましょう。いやー松永久秀軍強いな。普通になかなか最後の一押しが決まらないですね。さあそしたらここでいよいよ勝家軍も投入して一気に戦線を優位に進めていきましょう。重道がちょっと危ないか。重道あと一鉄もちょっと危ないですね。一旦下げますか。まあ、ただもうあとちょっとっていうところまでは来てるんでね。式算のあと7 4 2よし戻しましたね。
秀吉隊が最後は本丸を攻略と。大雨の中しぎさんを取りましたね。えんちゃんでいいのかな。しょうがない、信長の側室にしてやろうと思ったんですけどね。鈴木家と畠山が戦ったがために出兵できなかったんだな畠山は。とはいえ鈴木家はこの先攻略の対象にしていきましょう。まずは大和を平らげたので次は木ですね。木吉隆、まあ統率72はありがたいですね。さあまずは軍団の方針ですね。丹羽長秀軍は紀伊方面への攻略をしっかりやってもらいましょう。で合戦で活躍した武将を中心に恩賞をあげたいけど、まだ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 溜まってないか。いや自動画像になってるんだねこれ。一旦手動にするとどうなるかだな。まだまだかな。じゃあここは自動画像にしちゃいましょう。勝家は一旦商業に切り替えてだ。あとはそうだな、利家を改修に変えます。こんなところでいいかな。で軍事系は訓練入れておいて、経力は引き抜き、秀吉引き抜きに当てたいけどね。残りがゼロになってるとなると開墾を解任しちゃって秀吉にどっかで計略を入れてあげたいな。引き抜きでね敵の武将をこちらに味方につけられれば一番いいですからね。まさに戦場で敵をマイナスにして味方をプラスにできるっていうのは大きいですからね。単純な兵力として。いや家康ほんと油断ならないな。引き抜きだけじゃなくて略奪までやってきてるからな。大友と島津の戦いはどうだろう。島津がやや押され気味とも見て取れるけど、まあまだわからないですよね。いや本願寺も力つけてるな。能登は本願寺持ちの国になりましたね。まあ、この辺りは続々と家臣が集まってくるのは国自体が大きくなってきたからですかね。じゃあ来月にはお金が入ってくるというところもあるので、積極的に外国との交渉を行っていきます。
ひねのが出奔か。家康の方に走ったわけだな。これは早々に家康の討伐を行った方がいいかもしれないですね。ここは畠山家が攻め込んだわけ？信長が居城を構える近江で、足利と浅井が戦闘か。ここは中立を守るか。特に合戦には参加しない。まあできればね、浅井に味方してしまいたい気もするんですが、まだ京都をね攻略するには早い。先に伊勢志摩を攻略しちゃいましょう。違いますね、紀伊を攻略しちゃいましょうですね。いやそれにしてもね、越中から北陸にかけてはなんと上杉が押し込まれていて、神保家が2カ国を領有するってちょっとあまり見ない展開になってますね、今までの信長の野望では。さあここでお米も入ってきてるので大盤振る舞いして一気に親密度を上げていきましょう。さあ親密上げるにはもうちょっとターンがかかりそうかなっていうところですかね。はい、ではちょっと今回ね、短めなんですがキリがいいので一旦ここで終わりにしてですね、次回キー鈴木攻め行っていきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方も応援していただければと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。